ぜひ今期ですね、3月末がですね非常に多い引き渡しになってますので、ぜひ皆さんお力をお貸しください。誰誰誰誰堀江、堀江が言った今これからの受注もですね、メゾンいっぱい取っていきますので、皆さんの仕事は確保していきたいと思いますので、今さっきやりましたブリックパーミリオンっていう色知ってます？レンガ色、あれも非常に好調ですし、あとなんだっけ、比類なき壁これも非常に好調ですので、ぜひヘブンハウス生き残っていきたいと思いますので、皆さんのお仕事をきちっと確保していきたいと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。でですね、これそうこれ皆さんのご紹介をぜひ受けたまりたく思いまして、今天井が黒川と矢本とあと神宮天井ありまして、勝てるかなっていう方でも結構なので、今井さん、天地上にその方を連れてきてくれれば、ディズニーランドと USJ のペアチケットをお渡しいたしますので、ぜひよろしくお願いします。まあいいや。補足します。今から欲しい人来てください。展示場、黒川展示場、矢本展示場、神宮東展示場、あと町田のエーベルって言いまして、チップサクの方に立ってます。そこに、誰か勝てたいな、勝てなくても大丈夫です。勝てたいなと思っている方と一緒に行っていただけますと、勝てたいなと思っている方に、聞いてな、聞こえなくなるよ。某、某、柏文字だけですよ。某 USJ と某東京ディズニーランドのペアチケットが、連れてった方と、連れてってもらった方を計4枚もらえます。藤田さんはね、うるさい。で、ただ、2つ条件があります。行く前に、私に電話いただけるか、どこに電話いただけるかしていただければ、小林さんと須山さんの方に私たちから連絡しますんで、堀江さん、堀江さん、堀江、堀江、堀江佐藤聞け。しっかり言ってください。本当にこれ言ってほしいです。で連絡をください。で連絡していただいた方を工事課の方に我々から連絡して営業様の方に IT してくださいって言いますので、帰りに欲しい方、面倒くさいんで横井の方に渡してください。東京はあちらがイニシャルで TD と USJ のペアチケットが計4枚もらえます。うまいこと騙していけば4枚全部自分のもので。以上です。よろしくお願いします。紹介がちょっとないんで、朝日東海、ちょっと協力いただければ。ベトナム人はね、ちょっと立てれないかもしれないです。食えるか食えるか。食えるわかんの、頑張って働けば立てれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、じゃあということで皆さん閉めますので、お待ちください。
僕は旭東海好きなので大好きなのでぜひ、協力していただいてこれから、ぜひ旭東海を発展させていただきたいと思いますのでポンネムサイホリエホリエさんファイナルしてくれよーポンネね締めたいと思いますのでよしよしお願いしたいと思います、はい、よー